六六組のエンタメラボへようこそ。六六組のペチとケメロジとチョダン焼きことサクです。注文完了。何を注文したんでしょうか。散って乾いた桜はガーリックチップみたいになります。結構多くんだ。シワシワのやつな、はい、意外とね、下見ると汚いって。いや、わからない。書かないものです。はい、というわけで日曜劇場マイファミリー第2話直前考察。よっ。寝起きすぎる。お前もな。お前もな。みんなみんな寝起きだ。みんな目開いてない。朝の9時46分でございます。はい、だよ。ちょっとね、スケジュールの都合でいつもはね、割とまあ夜が多いんだけども、うん、今日に関しては朝の9時半に撮ってるということで、はい、全員がちょっと寝起きの顔ですいません、非常に申し訳ないんですけども、まあ、気合は入ってるので、うん、顔こそこうですはい、気合入れて考察したいと思いますので、はい、日曜に迫った第2話に向けてね、頭と心の準備をしていくっていう動画になっておりますので、ぜひ今日も最後までよろしくお願いいたします。というわけで、そんなマイファミリーは毎週日曜夜9時から放送されているドラマでありまして、僕たちの動画その翌日の月曜日に直後考察動画を上げておりまして、さらにその動画についてコメントをまとめて再考察した直前考察を放送日前々日の金曜日に上げておりますので、こちら3本セットの最強ルーティンで見ていただくために、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで本日も始めていきたいと思いますが、やっぱり1話を振り返ってみてポイントの一つに4年前の小春さんの事件があるっていうのは間違いないよね。そうね。うん、やっぱりこれが多分今後もかなり詳細が描かれてって、うん、今のこのともかちゃんの誘拐事件とどう関わってくるのかっていうのがかなり重要になってくるので、うんうん、まあそこを考察していきたいと思いますが、まあちょっとこの小春さん事件の概要を振り返っていくとですね、まあこの4年前の事件は、まあ直後考察でも詳しく触れたんですけども、葛城が関わった事件っていうのはほぼ間違いないかなと、うん、いうのがまずあって、でその事件で葛城はあるポカを犯してるっていうのも言ってましたね、うん、はい、でさらに東堂が何らかの形で関わってる事件であり、今回のともかちゃん事件ともつながってるだろうという予想を葛城はしてたということで、うんうんうん、まあこの辺がね、1話の時点で判明したことではあるのかなということで、まあこの小春さんの事件の重要なとことしては、小春さんは一体誰なのか、うん、まあもっと広く言うとこの事件の概要はどんな事件なのかっていうのが一つで、もう一つはこの事件に東堂がどういう形で関わってるのか、まあこれがかなり重要になってくるよね。うんうん、うん、ということで、まずは小春さんとは一体誰なのか、ここを考察していきたいと思います。まるさん、こんばんは。三輪が選んでいた洋服の子供が4年前の事件の小春ちゃんかなと思いました、ということで、うん、まあおそらくこの人含めこういうコメントしてる人は、小春さんは三輪の娘なんじゃないかっていうことだね。うん、で、まあ、詳しくは書いてないから予想にはなるんだけども、小春さんっていうのはやっぱり亡くなってはない、うんうん、まあ、あくまでも4年前に誘拐事件があって何らかの形で戻ってきて、その小春ちゃんに現代で服を買ってる、はい、みたいなことを予想してる人がいるんだよね。はいはい、なるほどね。となるとね、その場合三輪とも友人である東堂っていうのは小春さん事件にどうやって関わってたのかなっていうのも重要にはなってくるよね。うんうんうん、そうだね、うん、だから東堂とその事件の関わりを、まあ、警察側しか知らないとかだったら、そうなんだよ、まだね、三輪の子供の小春ちゃんっていうのもありそうではあるよね。そうなんだよね、うん、なんか俺ら直後考察では東堂が、まあ、誘拐犯というか容疑者の可能性もあるとは言ったけども、小春ちゃんが三輪の娘なんだとしたら、なんかその容疑者である東堂と未だにつるんでるっていうのはちょっとよくわかんない、ね、よくわかんない、うん、まあそれこそ警察だけが知ってる事実とかだったらあるけども、うんうん、まあこうなるならばやっぱり東堂もその時の担当刑事だったとか、はい、まあそっちの可能性はこれだったら高くはなってきそうだよね、うんうん、まあそうだね、でさらに考察を進めていくとですね、僕らは前回直後考察で、あの三輪が選んでた服が誘拐したともかちゃんの服だったら怖いよねみたいな話をしたじゃないですか、うんうんうん、まあこれって結局三輪が犯人説にはなると思うんだけども、うん、まあそれだったら怖いよねみたいな話をしてて、そこに対してコメントが来ててですね、はい、ミキミキさん、三輪が買った服のサイズ的に5歳から7歳くらいかなって感じがしました。母親目線ですが、小6には小さすぎるのでともかのものではないと思いますって来てて、うんうん、でも確かにね、見返してみると小6に着さす服ではないっぽいかな、うんうん、まあ、そうだね、うん、プリキュア感があったね。いやそうだよねちっちゃい、うんうん、やっぱり低学年もしくはもう幼稚園とか保育園とか、はい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 、そのレベルの服には見えたから、うん、まあみきみさんの言ってるようにともかちゃんの服ではまずないかなと、うん、
うん、そうなるとさっきのコメントにもあった美和の娘が小春で小春の服を美和が選んでたっていう信憑性が増す気もするじゃないですか、うんうん、ただねここに関してもまた疑問が生まれてきて4年前じゃないですか小春ちゃんの事件って、ねはい、だから小春ちゃんがまあ 5,6 歳として4年前だったら本当に1歳から3歳ぐらいに誘拐されてるみたいなことなんだよね、まあ、ほう赤ちゃんですね。そう赤ちゃんの誘拐事件になるから、まあなくはないんだけども、うん、まあさすがにちょっと小さすぎるのかなっていう感じはするよね、うんうん、まあ確かに確かに、うん、じゃあ普通の娘に飼ってたっていうだけのシーンかも。そういうことだ ね、うん、やっぱり美和の子が小春っていう可能性は低い、普通に娘に飼ってた、うん、って可能性が、まあ、ここだけを見ると高いのかなっていう感じがするよ ね、 そうだね。じゃあ小春ちゃんが美和の娘の可能性が低いならやっぱりもう一つ説が出てくると思ってて、コムさん、東堂の娘が小春ちゃんで昔の事件を思い出して泣いてたとかっていうコメントだったり、リナさんも東堂の娘が小春ちゃんで犯人を捕まえられなかったカツラギを恨んでるとかありそうっていう。ああ、なるほど。まあ、今度は、小春ちゃんは、東堂の娘説ですね。なるほど。そうだ。東堂結婚してるもんね。そう。そうだ。そうなんですよ。東堂も結婚してるからね。うん、うん。やっぱ、小春ちゃんのお父さんって可能性も全然出てくるんだよね。うんうん、そうだね。まあ、それだと、やっぱり小春ちゃんのその事件の時に、東堂も刑事で、うん、同じ刑事だったカツラギ含め、警察をその時から憎んでるというか、まあ、小春ちゃん事件がどうやって終結したのかはちょっと今わかんないんだけども、うんうん、まあ、その時の事件がきっかけで、今の友果ちゃん事件も起こしてる。っていう可能性が高いのかな。ああ、まあそれ、じゃあ主犯が東堂ってことか。っていうことだね。結構ね、コメントの多くは小春ちゃんが誰の子なのかっていうところで止まってんのよ、うん、はいはいはい、それでどう今の事件が起きてるのかっていうのはまだ1話の時点でちょっと分かんないなみたいなコメントが多いから、うん、まあ、結構俺らの妄想というか考察にはなるんだけども、まあ、やっぱ東堂はそういう動機で今の事件を起こしてる可能性はあるのかな、うん、なるほどね、うん、その恨みが根本にあるというか。そうだね。でもそうなると疑問として鳴沢家にそういうことをした理由にはならないんですよ。特にね、そう、うん、警察を憎んでて、うん、そういう事件をまた起こしてる、うん、自分が担当した事件を今度は自分が起こそうとしてるみたいなのは動機としてあるんだけども、それに鳴沢家が選ばれた理由は本当にかわいそうだなってなるよね。まあそうだね。あ、でももしかしたら、うん、東堂も自分の娘が誘拐されて、はい、夫婦仲が良くなったから同じことをしてやろうみたいな、めっちゃそのひねくれた考えだけ ど。じゃああくまでも恨みは警察で、うん、鳴沢家にはちょっとねじ曲がった手助けみたいな、まあそうそうとかも感情みたいな、感情みたいなね。あ、なるほどね。亡くなってはいるのにってこと。そこもだよね。いや、そこもどうなんだろうね。亡くなってないんじゃないかな。ないのかな。そう、結構ここの重要なのって小春ちゃんが結局どうなったのか、うん、っていうのが重要で、まあ、前回僕らは葛城がまた誘拐事件の担当刑事として戻ってきてる、うんうん、まあ、ポカをしたにもかかわらず戻ってこれてるっていうことは、やっぱその小春が殺されてしまったとか最悪の結末を迎えたっていうよりは犯人を捕まえられなかった、うんうん、うまく逃げられたみたいな方向かなとは話したけども、うんうん、まあ、やっぱり小春さんの安否っていうのはちょっとやっぱり重要にはなってくるかなっていう感じですね、うんうん、まあまだねここ結論付けるのは早すぎるかなと思うから、うんうん、まあやっぱとにかくまだわからないことだらけではあるかなっていう感じなんですけども、うん、まあ4年前のこの小春事件と今の友果ちゃん誘拐事件っていうのはかなり繋がってて重要にはなってくるかなっていう感じですね、うんうん、ごめんなさい、もう少しちょっと喋ると、まあ、改めて僕も考察してみたんだけども、なんか小春がね今誰の子なんだっていうのを中心に話したけども、まあ、特に小春が主要人物の娘ではない可能性も全然あるのかなって気はしてきてるんだよね。まあそうだね、うん、うん、っていうのも美和もしくは東堂の子なら小春ちゃん事件のことを鳴沢家が知っててもおかしくない気はするんだよね、うんうん、そうだね、うん、まあそこが今んとこね、え、なんか昔こんな事件あったかなみたいな会話が全然ないから、うん、小春さんの事件って言うほど関係ないのかなって感じもするんだよね。まあそうだね、うん、その小春ちゃんの事件はあくまでもなんかその葛城とかのバックボーンみたいなところに留まってる可能性はあるよね。そう、葛城のバックボーンでもあり、東堂が元刑事の時にその事件に関わってた、うんうん、別に東堂の娘とかではなくね、うん、それが今の事件とのつながりになってますよみたいな、うん、まあそのぐらいの可能性も全然あるよね、うん、まだね、うん、まあ考察っていうのはね疑い続けてどんどんつなげていくのがね、うん、醍醐味ではあるから、うんうん、まあこういう深く考察するのもありかっていう感じでね、うん、今日は終わりたいと思います、はい、一個説忘れてないですか。何ですか。小春ちゃんが牧村説はないですか。小春ちゃんが牧村説、牧村はどういうこと。
どういうことなんだ。実は私が小春ですって。誰だ、マキムラ。お父さんね、大友康平さんね。大友康平さんね。なんかね、一人だけ怪しんでる人いたけどな。もうすでに、うん、そう、大友康平さん起用してるってことは犯人じゃないですか。言ってる人はいたけど、注目ですよね。注目だね、次出てくるみたいな、ね。そうだね。はい、ということで、まあ今日のね題材としてはこの辺なんですけども、まああとは細かいね、気づいた点とか言ってくれた人がいるので、その辺を触れていきたいと思います。まずはポスタービジュアルについてちょっとコメントが来ておりまして、タッツンさん、ポスターの右下の人が誘拐犯だとしたら、なんか身長差とかで割り出せてしまいそうみたいなことで、ね、これ思ったよね。思った、うん、普通に誘拐事件がここで起きてる感じがして、うん、でさらにこれって多分江ノ島だよね。はいはい、そうだね、うん、ってなると1話の冒頭、ともかちゃんがさ、キッショって言って動画を見てるシーン、うん、あれも江ノ島のさ、海に行く道なんだよ、うんうん、そうだね。でさ、左に歩いてったじゃん、うん、だから、まあ海の方に歩いてったから、うん、あの後のシーンっぽいんだよね、その状況的には。そうだね、うん、ってなるとこいつ犯人やってなるよね。いや、もろそうよ、うん、まあ引っ張ってるしな。そう、嫌がってるし、そもそもしかも、うん、まあ男の人だよね、まず言えるの。いや、まあそうだね、男だろうね、うん、ちょっと縮さめなのかなっていうのもパッと見思っちゃうな。そうだね、だってともかちゃんだとしてちょっとかがんでるじゃん、このともかちゃんって、うんうん、だからこれピーンってなったら意外に身長差なさそうじゃん。ちなみにともかちゃん演じてる大島美優ちゃんが148センチですね。おー、で、浜田岳さんが160センチですね。あた、ちょうどいいな。ちょうどいいね。うん、賀来賢人さんもっと大きいもんね。いや、賀来さん大きい。そうだね、178だから。そうだよね、178と148には見えないんだよね。見えないね。だって160の浜田さんっぽくいいよね。見えるよね。うん、メアリー・ジューさんも大きいもんな。メアリー・ジューさんも大きいと思うよ。大きい大きい大きい。だから小さい人そこまでいないんですよ。いないんだよね、うん、となると、そうだね、まあ1話の直後考察ではやっぱり可能性としてはね、東堂が今のところ高いんじゃないかって予想したけども、うん、まあ、あまりにシンプルだけども、これも東堂が見えるね。まあ、確かに確かにね、うん、結構なヒントよね、これがそうだとしたら。いや、そうよ、うん、まあね、やっぱ再三言ってるけども、どのぐらい考察ドラマなのかっていうのをね、そうそうそう、今わかんなくて、うん、結構なんか考察ドラマではないみたいなことを言ってる人も多かったから、うん、まあ、こういうところで意外にヒントがある可能性もあるし、うん、逆に言うとコメントであったんだけども、長月さんがですね、ミノが出演者も編集さんも誰が犯人か全く知らないから、編集でピックアップされてるキャラクターが間違ってる可能性があるって言ってましたよ。今の時点で怪しく見える人が犯人とは限らないかと、とか言ってたり、で、僕もインタビュー見て、多部さんが登場人物全員が怪しく見えると思います、疑いながら見てほしいですみたいなことも言ってて、うんうんうん、なんかこの辺の二宮さんとか多部さんの発言って意外に考察ドラマですよって言ってる感じもするんだよね。うん、うん、そうだね、うん、ってなるとそんなに単純なのかなって気もしてくる。いや、まあそうだね、確かに確かに、うん、まあ、すごい単純に東堂とかね疑って、うん、見てるものの、そう、意外と裏の人間もっと、そうそう、もうひとひねり、うんうんうん、もうふたひねりぐらいあっても全然おかしくない感じはするんだよね。そうだね、ほんとこれからいろんな人がどんどん浮上してくる感じがするよね。そうそうそう、うん、何より第1話でもう東堂とつながってるんですよって桂木が言っちゃってるのが、まあね、まあ、まあ最大の、そうだね、逆に俺らを惑わしてるというか、うんうんうん、あ、言っちゃったんだって。そうだよね。本当だ、黒幕ならこんな早く疑われるのかと思っちゃう、うん、思っちゃうよね。ということで意外に考察できそうだぞっていうのが結構感想ではあるかな。そうだな、皆さん気合い入れてもいいかもしれません、もっとね。いや、そうだね、はい、十分ね、いいコメントたくさんあったんだけども、うん、チーム66の皆さんまだできます、頑張っていきましょう。いきましょう。はい、ということでマイファミリー第2話が迫っておりますが、視聴率も 12%13% ぐらいだったみたいで、さすが日曜劇場、さすが二宮さんって感じです。世界トレンド1位とか。ああ、マジで、はい、すごいね、すごかったですね。2話は大友康平さんが世界トレンドに入るのかっていうのも注目だよね。大友康平さんで入るんだ。ダヒョーンで入るかもしれない。いやー、水曜日のダウンタウン。わかる人いますか。はい、ということでね、まあ考察以外の部分でもね、すごく楽しめる要素多いのがこのマイファミリーの特徴でもあるのかなって感じがするのでね、うんうんうん、いろんな面も含めて僕たちを楽しんでいただければと思います。よろしくお願いいたします。というわけで僕たちは春ドラマさらに3本やる予定でいろいろ始まっておりますので、皆様の予定に合わせて僕たちを楽しんでいただければと思います。よろしくお願いいたします。というわけでリアルタイム放送でまた会いましょう。以上66組でした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画少しでも楽しいなと思ってくれた方はぜひとも登録ボタンお願いいたします。ということで最後にケメロジェ、はい、ケメロジェだったら警察排除どうやってやりますか。
常にうんこの匂いを撒き散らします。ブリ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 だ。もっと捕まる。もうコーヒー飲めないですよ、ごめん。